こんにちは、スネドラです。今日は北海道の真ん中あたりにある層雲峡に向かいます。毎日海沿いばっかり走ってると飽きちゃうんでね、たまには山の方に行ってみます。途中芦別っていうところを通るんですが、ここにうちの本家の墓があるので、ついでに墓参りしていこうと思います。4、5年ぶりに来たんですけど、場所は意外と覚えてるもんなんですね。一発でたどり着けました。みんなで感謝の気持ちを伝えたら芦別神社に向かいます。御朱印をいただきに来たんですけども、何度呼んでも呼び鈴を押しても誰も出てこなくてね、結局いただくことができませんでした。なんだかなですね。正面に見えるのが旭川駅です。北海道第2位の大きさの町ということで相当栄えてます。旭山動物園も行ったので、別の動画でまた改めて投稿しようと思います。はい、旭川神社に到着です。こちらでは御朱印をいただくことができました。たくさんの風鈴が綺麗に飾り付けられてて、この音色の心地よさがね、暑さを忘れさせてくれます。すごく気持ちいいです。旭川神社は屯田兵ゆかりの神社なんですね。これは重軽石です。お願いをする前と後で重さの違いが感じられるかっていうものみたいですね。軽く感じられればお願い叶うということなんですが、私はねちょっとよく分かんなかったですね。はい、層雲峡に近づいてきました。北海道ではなかなか見れない景色ですけど、あそこに絶壁がバーッと見えますね。層雲峡の中心部に着きました。もう夕方なので先にホテルにチェックインしちゃおうと思います。今日のホテルは、ホテル雲井さんです。古いホテルをリノベーションしたということなんですが、確かに綺麗で思ったよりも立派な建物ですね。ただここの駐車場、高さ制限があって180センチなんですよ。うち171センチなんで大丈夫なんですけど、屋根に擦った跡結構あってね、怖かったです。ここがフロントです。リノベーションしただけあってなかなかいい雰囲気になってます。この辺りは海外から来るお客様も大勢いらっしゃるみたいなので、やはりこの日本の文化を味わってもらうっていうようなコンセプトで内装を作ってるのかもしれないですね。こっち側の方はフリースペースになってて、ビリヤード台とかもあります。夜になると、映画の上映があるみたいですね。今日のお部屋は3階の和室で302号室です。8畳間にユニットバスがついてる本当に一般的な和室な感じですね。絶景っていう感じではないけども、まあまあいい眺めですよね。層雲峡に来たなーっていう感じです。冷蔵庫とテレビは小さめですね。あとね、コンセントが少ないんですよね。まあこれはリノベーションしたんだからしょうがないですかね。タオルやスリッパ、浴衣やアメニティなんかは全部揃ってます。1階に温泉があるんでお風呂はいいとして、トイレがねウォシュレットじゃなかったのがちょっとショックでした。ちょうど同じ階にランドリーがあったので、3日分の洗濯を一気にやっつけちゃおうと思います。夕食まで小1時間あるので、近くをプラッとしてみます。今日は平日のコロナ禍だからか、人がねほとんどいないんですよね。本当だったらこの時期なんかは海外の人大勢いるんだと思うんですけどね、なかなか厳しそうな雰囲気です。お店もねほとんど閉まってて、ホテルも休館状態ですね。コロナの影響が相当大きそうです。結局やってたのはこのラーメン屋さん1軒でした。はい、夕食です。右側は鴨肉の低温ロースト、左側はポテトサラダのココアパウダー和えで、層雲峡の苔をイメージしたっていうことですね。お料理はどれも美味しかったですね。はい、それでは次は温泉です。誰も入ってなかったので中の方も撮らせてもらいました。脱衣所の広さはまあまあですね。やっぱねリノベーションしただけあってとても綺麗になってます。お風呂の入り口は扉が二重扉になってて、多分中の温度が逃げないような工夫なんでしょうね。洗い場はちょっと少なめの4カ所です。源泉かけ流しの温泉ということで、本当に、ね、気持ちよくてゆっくりね入っちゃいました。おはようございます。朝食は豪勢ではないんですけど、メニューがすごく多くてね、キノコの鍋みたいのもあって、朝からいろいろと楽しむことができました。昨日はほとんど観光できなかったので、近くにある滝を見に来ました。
銀河の滝と流星の滝って言うんですけどね、どっちもね予想外に迫力のあるすごい滝なんですよ。日本の滝100選にも選ばれているということで、なかなかいいものが見れました。続いて黒岳に登ってみます。ここはロープウェイとリフトを乗り継いで7合目までは行けるみたいです。トレッキングというか登山客が多かったですかね。5合目で12度だって、結構寒いですね。軽く羽織るものは持ってきてるんですけど、足りるかちょっと不安です。山登りなんかするんだったら今日は天気もいいし、気温もこれぐらいだったら気持ちいいでしょうね。素晴らしい景色です。撮っていいのは写真だけ、残していいのは足跡だけ。なるほどね、確かにそうですね。5合目から7合目はリフトに乗ります。今日みたいに天気がいい日はリフトの方が気持ちいいですね。7合目よりもう少し上に歩こうかとも思ったんですけど、ロープウェイの時間もあるんでね、もうここの辺で引き返そうと思います。ちょうど雲も出てきちゃったんで、記念撮影だけしてさっさと下に降りましょう。ちなみに下りのリフトの乗り出した直後は下がねすんごい空間空いててむちゃくちゃ怖いです。今回もご視聴いただいてありがとうございました。今日はこれから旭川ラーメン食べて札幌はスルーして、小樽に向かいます。チャンネル登録、高評価、コメントぜひお願いします。それではまた。